19日日曜日の全国の天気をお伝えします。ピークは越えたものの冬型の気圧配置が続き、日本海側では雪の降りやすい一日となりそうです。まずは北日本から見ていきましょう。北日本の日本海側を中心に、また北陸にかけてですね、広く雪のアイコンがついています。明日も雪の降りやすい天気が続き、積雪の増加に注意してください。また東北の太平洋側でも雪雲が流れ込んできますと、雪が降ったり止んだりと変わりやすい天気となります。関東より伊勢ですね、関東より西の太平洋側では晴れるところ多くなるんですが、西日本では一部にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると良さそうです。全国的に昼間も寒く、朝晩はぐっと冷え込むため、暖かくしてお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。